月々25万から30万ぐらいかかっちゃうような状況になるんだよね。かわいそうかわいそうですよ。かわいそうですよ。海外の成功を考えた際にどっちを送るべきかの方が多分大事だよね。よし、じゃあお疲れ様です。社内会議始めていきたいんですけど、今後のその出店計画についての話からいければなと思ってて、前にも説明した出店計画から結構変動があったりとか、ちょっとしたトラブル系があって変えなきゃいけないみたいな事案が2、3件あるんですよ。まず一つ目が8月のオープンであった町田と木更津、ここは問題なく進んでるんですけど、札幌の起点の出店がちょっと遅れそうだと。先生、この辺ちょっと説明できます？監督、なんか工事が運営する関係で電気がオープン予定完全にこう切ってしまう形で8月にオープンができなくなってしまったみたいな形で、工事があれだよね、完了するのが9月10月になりそうって話だよね。完了はだって8月末もしくは9月初めぐらいになるのか。ただ1ヶ月ずらしたとなると、9月に出店計画決まってる沖縄、仙台、広島、ここをずらせないので、なので後にずらす必要があるとなった時に、後がもう10月も決まってるんですよ。10月は静岡、上草、西宮みたいな感じで決まってて、11月であればなんとかはめれるのかなと。あ、でも違う、11月も埋まってんだよ。11月も札幌、名古屋、福岡って決まってて、12月が2つしか院が決まってなかったんで、苫小牧、鹿児島、そしてそこに札幌の来てねを入れるみたいな形で動けばなんとかなるとっていう選択肢が1。もう一つは、要は新院部隊を使わずにオープンするっていう作戦。おそらく10月って札幌に何名ぐらい戻るっけ？3、4。もうちょっと戻んないっけ？それ以外の月では6月、7月で持ってきたり、8月に2人も取ってきて、もう10月に3人持ってくるみたいな形で、だんだんその辺が来ると、人が出発してくれるんで。そうだよね。そうすると、新院部隊を返さずにオープンすることもできなくはないよね、みたいな話になるよね。ただそこで、仙台のスタッフの余力と、要は教育と、その辺の加味するとどうかってことだよね。10月経ったらできるかなと思って。ただ10月あれだよね。研修所がスタートするから、ちょっと厳しいよね。8月の出店をちょっと修正して、ある程度余裕持たせた上で進んでいく形で決めようかなと思うんだけども。あとそうするに伴ったら、木更津と町田でしょ？そうすると、新院部隊を22で振り分けられるじゃん。なので、木更津に町田にするか、集客状況によって、木更津がものすごい来るんだよ。木更津を3にするともいいと思うんだけども、ただ木更津のになると、今度は家を伴うじゃん。そこが結構大変だよね。あの辺マンスリーマンションが全然ないみたいな聞いたんだけど。あ、全くないんですか？全然なくて、結構遠いところで借りて、レンタカーも借りて、出勤しないといけないみたいな。そんなレベルですね。駅から遠いんですか？駅からも遠い。基本車じゃないと厳しそうだって話で、社宅代とレンタカー代だけで、もう月々25万から30万ぐらいかかっちゃうような状況になるんだよね。木更津って、院長と、もう一人配置が決まってるんですけど、3人目がなかなか決まらなくて、そうすると、新院部隊に2人いてくれるんだったら、すごくありがたいとは思ってるんですけど。新部隊はそもそも2人は送る想定ではあるんだけども、2人でいいと思うんだけど、その3人目っていうのは決まりそう。今日ちょうどこの後面接です。それまでの期間にさ、いや、そうそう、半年空いちゃう、うん。それまでの期間をどうする？だから臨時で、例えば何ヶ月間だけ行ってくれるとかっていう、うん、今日、例えば面接する木更津の希望の方なんで、その僕がもし採用されて、半年後に木更津配属できますよってなって、半年間だけなんとか回す人事を組めばっていう感じですけどね。うん、それもう、もうすぐだもんね。そうなんですよ。ワーチャーヘルプで、期間短くて1年ぐらいで、こう埋めるっていうのも待ってて、ね、うん、っていう感じになりそうかなっていう。結構、木更津はその動きで動いてくださいと。あと、9月の沖縄、ここも若干問題が生じてて、もともとこの営業時間で OK ですかって話で、基本通ると思いますみたいな話だったのが、今度入るところが、ちょっとその辺の条件面を絞り出してきて、要は、木曜祝日休みを取りたいって我々は要望してるんだけども、木曜休みはちょっとやめてほしいとか、いう話になってくると。ただ、沖縄に初っ端から行けるのって約2名じゃん。2名で定休日が設定されてないってなると、週1休みだったとしても、ワンオペの日が2日間できるっていう想定になっちゃうじゃん。これはあんまり許容できないなと思ってて、ちゃんと、よいしょ、まだまだちょっと、新人っちゃ新人でしょ、新人一人もちょっと厳しいじゃん。うん、なので、まあ、木曜休みを今お願いしてるのは、半年、もしくは1年、これだけはちょっと許容してくれないかと。その先に、祝日と平日とも全部基本やってますよ、みたいな、そういう体制をところ整えようかなと思ってるってことで。それがワンチャン遅れると、9月の出店が間に合わない可能性があって、9月の出店が間に合わないってなると、10月、11月って流れていっちゃうじゃん。一番問題は、じゃあ、家の代表手続きしちゃってるみたいな状況で、俺ちょっと申し訳ないよね。かわいそうです。かわいそうです。なのでそこはまあ最悪東京でホテルか社宅か何かを提供して、1ヶ月2ヶ月ちょっと辛抱してもらうっていう可能性もあると。これちょっとさ、じゃあ伝えといてもらえないかな。わかりました。っていうのが今のこう出店状況ですよと。それ以外は比較的出店のその集客、そしてその集客に対する率、もともとは制約率みたいなところで、触れ舞台が少
少ないと製薬税がガッと下がってたのが、最近ある程度解消してきてるよね。これは傾向としてはいいかなと思ってて、これ教育が響いてきてるのか、何かっていうところだよね。今までってさ、いきなり行かして、その院長が製薬率 10%、20% みたいな話になって、泣いて帰ってくるみたいなことが結構多かったし。ボロボロになる。それが比較的解消されてると。ただ、比較的なんでね、30% ぐらいだった、大体。その、院に配属される院長と支援部隊が、50%、60% 取って、40% が保たれてますみたいな状況になってると。まあ、それでいいんだけれども、お前よりは良くなってるっていうところで、これ何が影響してるんだろうね。これ支援部隊に聞いてないか分かんないんだけど。まあでも、この間僕、プレイの現場行ってきましたけど、そのまま行って、ボロボロになって帰ってくるみたいな。何回か続いてたじゃないですか、うん、あれの影響でやっぱ新部隊の人たちも結構工夫をしてくれていて、来る子たちにこういう風にやるといいんだよみたいなことを教えてくれてたりとか、うん、来る人たちもすごいそれを気にしてます、うん、今までだと緊急性をがっつり伝えるみたいな感じのがプレーのその人たちで失敗するパターンの典型的なやつだったんですけど、うん、まあ今はそのなんかいろんなこんなこともできるしこんなこともできるしっていくつも出してみて、一番患者さんの反応が良かったところとかにしっかりと説明をしてあげるみたいな形のスタンスに変わってきていて、まあ、それが少しずつ浸透していくんじゃないかなと。教育の部分が成長してきてるんじゃなかろうかって感じで、まあまあだと思います。これが結局また毎月毎月別の子別の子ってなった時に同じやつが保てるのかどうかっていうことになるよね。支援隊のエッセンスをちゃんと取り入れられるタイプの子だったら問題ないんじゃないかなと思う、うん、あと関連がこの前関西行ってきて、今ある三宮と難波の間ら辺の西宮っていう地域があって、そこの物件をまあ契約してきたと。ここは結構すごそうっていうのも、西宮北口っていう駅があるんだけども、住みたい街ランキングで関西で本当にもう1位2位とか取ったらしくて、人口爆増してるらしいんだけど、確かに人も多いし栄えてる雰囲気もあるし、いる人の質とかっていうのすごい良さそうな感じなんだよね。もう一個ね、いいなって思った出店の基準としては、同じビルに、まあ、駅直結のビルがあるんだけども、そこに整骨院が2個入ってるのよ。その2個っていうのは系列なんよ。要は1号店2号店って出してるのよ。ということは、ね、めちゃくちゃ勝ってるわけでしょ、そこが。ってことは我々もドミナントできちゃうっていう考え方だっていくと、そこにすごい需要があるんであれば、我々がしっかり行ってそこの地域で根付いていけば絶対勝てるよねっていう感覚で、まあ、今攻めたっていうかね。あとは研修所、まあ、関西研修所を10月に作るっていう話で、梅田の物件を2個借りました。要は研修所と MSA で、ただ MSA ってさ5000しか機能しないじゃん基本的には。そうすると5個がただの空き箱になっちゃうと。これはもったいないので5個をインにしようと思ってます。そしたらさ、そのまま MSA の講師と MSA に来てる臨時講師がそのまま5個そこに出勤して働けばいいって話だからね。梅田のね中心地で普通に店舗借りようと思うと坪単がエグすぎて到底借りれないような。前行った時はね10坪で80万とか。都内で言うとどれぐらいの感じだ。都内で言うと本当に新宿渋谷池袋みたいな。ああ、そのレベルなんですね。それよりなんかむしろちょっと高くなってんじゃないかなぐらいの、なんかねすごい流行ってるの。実は空いてないから、そこに入る店舗っていうのはマンションの一室っていうネタから徒歩5分ぐらいなんだけども、茶屋町っていうところで場所としてはいい場所で、そこともう一個マンションに使われて、そこは研修所にする予定です。研修所もね多分8名ぐらいだったら見れるぐらいの広さ、うん、でも月8名っていう考えたらまあまあちょうどいいっちゃちょうどいい格好しては。来年4月にどれぐらい入るかっていうのはちょっとわからないけれども、それまでは全然対応できるような広さなのかなと思ってますっていうところで、来年の4月ね、その関西で20人30人取れたとしてね、仮定したらまたそれはそれで別で研修所を借りる想定でいいかなと思います、うん、っていう感じが、ね、出店関連に関しては、うん、なんか質問系ある。それで本作のやつで次でなんか9月はもろもろやることがあるみたいな、結論その予定通り10月行った方がいいのか。今3人来てるんで、白島君と古谷君と君にメインで9月ちょっとやってもらって、10月君にやってもらいながら僕があっち行って見る形を取るか、そんなにずっといなくてもいいかなと思ったんで、1週間2週間ぐらいの間でその週の分を見てあげるのと自身のサポートを伝えてあげて帰ってくるみたいな感じであれば、コスト的にはいいのかなと思って。そこはね、コストというよりは関西でその教育が本当にちゃんとできてるのかっていうところを見て、できるっていう判断ができたんだったら帰ってくるでいいと思うんですよ。まあ、1ヶ月ぐらいの余裕を持っておいて、この2週間って決めなくてもいいような気がしますけどね。っていうのであれば、まあ確かに行けるんであれば行っちゃった方がいいかなと思って。これ普段なし、あ、もうこれ問題ないなってなったら1週間引き上げて帰ってくるのも全然いいと思うんですよ。あ、そうそう。それはもう多分その1対他じゃなくて1対1じゃないですか、その教育の対象が1人っていう話になるので、臨機応変に動いてもいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、本当に必要であれば1ヶ月ちゃんとやんないと関西の研修がままならなくなってしまうのが一番良くないので、そこがちゃんとできる体制を作るがこうですね。極端なし、その1ヶ月足りないんだったら2ヶ月3ヶ月って本来やらないといけないと思います。じゃあ普通にいいよ。ええよ。これ普通に変異のやつなんですけど、これ普通に使わないんじゃないかなと思ったら
10月みたいな話じゃないですか、うん、ってなるんだったら先生が10月の後半に帰ってくるみたいな形になるんで、帰ってきてからプレオープンみたいな形にさせてもらえるんだったら10月後半にできるかなと思ってるんですよね。そういう形でやったっていうんですかね。いけるんだったらそれで大丈夫。最悪1人は遅れるかもしれない。112で送ってたけど1111で送っちゃえばまあなんとかだけど、あの10月の先生を見たね。あ、そうか10月そうか、じゃあ無理だ、遅れないから考えられないよね。じゃあ10月効果戻らないといけないって言うんですけど、そうですね、巻き爪のところでちょっと手伝ってほしいやつとかがあって、まあ、できればそこの10月の期間である程度新人さんの教育の部分を任せたいなと思ってますって感じですね。じゃあ、遅れなんとか、それは10月オープンさせる、それ本当に。それから中之島の方ってさ、12月にちょっと契約1ヶ月ずらすことできないの？できるんですけど、ただそのさっき言ったようにちょっとオーナー側に交渉するやつがあると思うんですけど、9月、10月、11月で3ヶ月分で90万家賃返すんだったわけで、結構大きいじゃないですか。フリーレントでそこまで伸ばせるんだったら全然あるかなと思うんですけど、無理でするかってやれたらどうかなって思って。無理の可能性は高そうだよね、そこはね。一回交渉した方がいいね、それはね。で、ただ、冒険的に、空家賃がもったいないから攻めるのか、空家賃払ってでも、堅実に攻めるのかみたいな話になると思うんだよ、これって。そうですね。で、言うと、オープニングって冒険的に攻めて良かったことってあんまないイメージがあって。なので、そこはちょっと、まあ、空家賃払ってでも、堅実に攻める方向で思考して、空家賃もったいないよねって話なんであれば、まあ、今回の工事の件っていうのは、我々が悪くないというか、責任の所在は我々にあんまないよね、みたいな話じゃん。なので、そこはちゃんとこう、正式に申し出て交渉を入れていくっていう流れなんじゃない。ただ11、12で来てね、中之島みたいな流れがいいんじゃないかな。なると1月に苫小牧、苫小牧は苫小牧で12月でいいと思う。要はその契約期間を1ヶ月ずらせるんだよなって話全然だけどね。前やったのが8月予定でこの10月にずらしたのもうずらせなくていいよじゃあ無理だね、どっちを先に取るかって話だよね。でも来てねが先の方がいいかなと思ってるのは、 MSA を来てねで稼働させるわけじゃん、研修所と。そうすると午後移動しなきゃいけないっていう手間になるじゃん。それがないんであれば来てね先にしてやっちゃった方がいいんじゃないかなと思うけどね。で、中之島を空家賃でちょっと回しておくってことだよね。そうだね、よろしくお願いします。じゃあ次の案件としては海外案件、今の進捗どう？いつも辞めてる人たちに対するフィルターをかけますよ。変な色眼鏡でそのスタッフを見ちゃうことになってるから、これは結構注意した方がいいと思う。